森ねぶたというのは東北の三大祭りの一つで、国の重要無形民俗文化財にも指定されています。日立グループは1965年から50年以上にわたりねぶた祭りに参加してきました。ねぶたには2000個の LED がついています。この LED を点灯させるために、これまでは軽油を使った発電機を使用して運行していました。この発電機は運行期間中 CO2 を排出してしまいます。そのため日立はこの燃料型の発電機に頼らず、太陽光パネルとバッテリーによる 100% 再生可能エネルギーを使用しての運行ということを試みました。カーボンニュートラルの取り組み自体は、実はこの長いねぶた祭りを始まって以来初めての試みになります。やはり新しいことをやるとなりますと、発火したらどうするんだとかですね、2000個の LED を2時間半つける容量ちゃんと足りているのかと、まあ、当然曇りの日の充電はどうするんだとか、そういったところを一つ一つ解決しながらここまでたどり着いた経緯もありますので、点灯した時にはすごい心から感動したというのが本音です。地域の皆様がねぶたを大好きで、目を輝かせながらねぶたに参加されてるんですね。熱い気持ちをこうひしひしと感じて、一緒になってこれ頑張んなきゃいけないと、その一員になって携わっている時に、自分もこの中の仲間なんだなっていう気持ちになります。地域の皆様との交流を通して、この青森という地域をもっともっと盛り上げていきたいと思います。日立は世界の脱炭素化をリードし、サステナブルな世界の実現に貢献することを目標として掲げております。地球の未来に対する日立の思いをねぶたを通して皆様と共有できたらと願っております。